どうも、阪神タイガース応援チャンネルのケンタムです。よろしくお願いします。さて本日はですね、5月8日、阪神 VS 中日の試合について語っていきたいと思います。というわけで結果は、阪神勝ちましたとりあえず3立は阻止できたというところじゃないでしょうか。まあ大山選手のホームラン以外であれば、ね、まあショートゴロの間に1点と、まあ相手のエラーの間に1点という感じでね。まあ正直、その、やっぱり打ててるかって言われたら全然打ててないし、 で、チャンスの場面で打てへんかったっていう事実があるだけに、やっぱりしんどい戦いではあるんですけれども、やっぱりピッチャー陣はね、ある程度頑張ってくれてるし、まあ西君に関してはもうホームランでしか失点くらってないんでね、前の登板から含めて。だからまあそこら辺っていうところは改善していくべきではあるけれども、ね、中継陣はやっぱり0で抑えてくれてるし、まあ先発もね、3点っていうところで試合は作ってくれてるので、やっぱりね、打線というところに尽きるんですよね。 ねえ、いや、どうなっていくんでしょうか。非常に、非常にしんどいですが。まあまあ、とりあえずさん立て阻止できたので、ね、火曜日からの試合に期待というところでございます。というわけで本日のスタメンオーダーはこちらになっております。ご確認よろしくお願いします。 じゃあ、打撃陣から見ていきましょう。近本選手ですね、5打数無安打2三振です。ファーストゴロ、三振、三振、ファーストゴロ、ファーストゴロという感じです。全部引っ掛けてしまってるというところで、近本選手が一番状態悪くなるときにセカンドゴロ、ファーストゴロみたいな感じな多くなるんで、それがね、一番しんどいかなと思うところと、まあ、らしくない三振をしているので、そこら辺に関してはやっぱりしんどいかなとは思いますが、まあまあ、ぼちぼち上がってきてくれるやろうというふうに信じてはおります。 はい、続いては島田選手です。4打数1安打1三振です。ショートフライ、ライテンの3ベースヒット、3振セカンドライナーですね。えー、島田選手、打撃内容なかなかいいですね。まあ、3ベースヒットはね、その、打った瞬間に、ま、ライト線というところがあったので、あ、3つ行け、3つ行け、3つ行けって思ってたらしっかり行ってくれたし、まあ、残念ながらね、まあ、タイムリーという形では行っ点も入らんかったというところにはなるんですが、まあ、この3ベースヒットめちゃめちゃ良かったですね。結果的に1点につながったのでっていう感じです。えー、セカンドライナーに関しても、ま、若干、 かんね、その、詰まってたんですけど、打撃内容的にはね。 そんなに悪くはなかったのかなとは思います。まあ、ただボール球を振ってるっていうのはね、やっぱりしんどい、しんどくなってくる部分やとは思うので、そこら辺はね、もっともっと排除できると、まあ、島田選手も足があるので、まあ、どん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 出塁していってほしいなというところですね。まあ、いやらしいバッターという点においてはすごくやってくれてるんじゃないかなとは思ってます。1打席目、6球、2打席目、まあ、4球目を打ってヒット。で、まあ、見逃し三振ではあるけれども、5球粘ってみたいな感じなところもあるので、 やっぱりね、嫌らしいバッターが2番バッターにいてくれると嬉しいなと思っております。はい、続いては中野選手です。3打数無安打1フォアボール1三振1盗塁です。三振ショートのエラー、セカンドフライフォアボールという感じです。えー、このフォアボールが初フォアボールですか、今シーズン。いやーね、やっぱね、その、ボール玉を振ってるっていうのが一番しんどいよな。まあ、特に3打数決めのセカンドフライ。 めっちゃ難しいボールを振ってしまってる。まあ、それ見逃せば、まあ、フォアボールになってたかどうかはわからんけど、でも実際4打席目フォアボールで出塁した後すぐさま盗塁できるので、やっぱり出塁率ともうちょっと高くなってくると盗塁もできて、で、その後打点とかっていうところに繋がってくるしっていうのはね、あるんで、やっぱりね、その、簡単ではないのはわかるけれども、ボール球振らんといてほしいなとは思う。出塁しただけでこんだけ脅威になるんでね。いや、頑張っていただきたいと思っております。 はい、続いては佐藤選手です。4打数2安打1三振です。ピッチャーへの内安打三振、サードフライセンターへのヒットですね。え、テルるくんは2安打というところで、いい感じでやってくれてるんじゃないかと。まあ、打率においてもね、2割8分とハイアベレージキープしてくれてるんで、え、いい感じじゃないかと。うーんと、まあ、ちょっと最近気になるのは、高めのボールのまフ振らへんようになったんやけど、ど真ん中の直球とかは、割と空振りしてしまってるっていう印象はあるかな。まあまあ、 そらね、その、速いボールなので、そんな簡単に打てるわけないやろうとは思うんですけれども、やっぱりね、ど真ん中のストレートみたいなところがね、打ち損じてるっていうのはもったいないかなとは思いますが、まあまあ、それにしたってに2割8分キープしてくれてる、まあ、阪神で一番ホームラン打ってるっていうところを考えればね、まあ、甘いボールもっと仕留めてってもらったら、どん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 えぐいことになってくるんでね、期待しております。 はい、続いてはロハス選手です。4打数1安打1打点2三振です。来店のヒットは三振三振、ショートゴロの間に1点という感じです。まあヒットに関しては柳選手との相性という部分においては、まあいい感じで出てたんじゃないかと。 まあ、ノーアウトランナー3塁1塁やったかな。これで行っても入らへんっていうのは、ね、非常にしんどかったけどね。まあ、ロハス選手がっていうよりその後のバッターがっていう感じにはなるんですけれども。えー、っと、2打席目の見逃し三振、これうつきなかったですね。なんでやろうとは思いました。うん。まあ、そんなもんでございます。全然満足できません。ロハス選手のこの成績には頑張っていただきたい。はい、続いては糸花選手です。4打数1安打です。サードゴロ、レフトフライ、センターへのヒット、ファーストゴロという感じです。 とりあえず一本出たねというところじゃないでしょうか。この一本がね、大山選手のツーランホームランにつながったので、まあまあ、この一本っていうのを大事にして次につなげてってほしいなというところじゃないでしょうか。うん。ね。まあ正直、大山選手6番やと思ってたんですけど、まあまあ、一応ね、その左バッターというところを並べたかったんだろうなとは思ってます。ね。えー、糸原選手のこの成績においても全然納得というか満足できませんのでね、えー、打率もっと稼いでほしいなとは思います。 はい、続いては大山選手です。4打数、1安打2打点、1本塁打1三振です。三振、ライトフライ、レフティのツーランホームラン、ライトフライという感じです。えー、っと、三振、んまあ僕はね、もう審判さんの言うことが全てだと思ってるので、まああんまり言いたかないけど、ちょっと今日はね、その、変動してたね、ゾーンがっていうふうに僕個人としては感じてます。 うん。そこさっきストライクって取ったのに、そこボールって取るんや、へえ。みたいな感じで思ったけど、まあ、それはもう過ぎたことやし、言ってもしゃあないんで、まあ、いいとして。えっ、ー、と、2打席目のライトフライ。これに関しては当たり的にはそんなに悪くなかった。初球から振りに行けるっていうところに関しては、大山選手の強みなんでね。えー、ホームランに関しては完璧でしたね。粘って最後の1球を仕留めたっていう感じで素晴らしかったです。えー、4打席目のライトフライっていうところに関しては、まあ、詰まりながらではあるけど、面白いところに落ちるかなとは思ったけど、まあ、ファインプレーという形に てしまったっていう感じですねまあ、大山選手に関してはうん、まあ大山選手に関してもやなやっぱり成績的にはねまだまだ満足できるものではないのでねどん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 打ってってほしいなと思いますはい続いては梅野選手です4打数無安打1三振です三振サードゴロサードゴロセカンドゴロという感じです梅野選手しんどいなぁいや非常にしんどいねうん。 ねえ、いや、マジで、その、こう言っちゃないんやけど、坂本選手が代わりに出てきたとて、打撃という点に関してはそんな変わらんのよな。うん。ま、やってみようなわからんとかって、そらそうやねんけど、梅野選手のね、打撃がね、ほんまに引っ張って引っ張って、んで、最後に関しては当てるだけみたいな感じになってしまってるので、うん。ま、昨日も言ったけれども、やっぱりね、そのホームランしか狙ってへんのか、みたいなさ。 ん打率を稼ごうとかっていうことも全く考えてないのかなっていうふうに思ってしまうんですよね。そんなことはないとは思うんやけれども、そう思ってしまうっていうのがね、非常にしんどい。まあ僕にとってはって感じなんですけれども。はい。えー、次回頑張っていただきたいです。はい、続いては日戦4列に出す一安内一三振です。三振ライトにヒットですね。えー、外の変化球とはいえね、しっかりとヒットにできる。やっぱすごいね、バッティングいいね。うん、本番に次回も期待しております。 はい、続いては高山選手です。1打スウムアンダです。レフティーのファールフライですね。代打で出てくることっていうのは、やっぱり初級から振りに行くべき。これは間違いないんですけれども、まあ、別にボール玉を振れっていうわけではないので、めっちゃ難しいボール振って、もったいないファールフライになってるっていうのはね、ちょっとあれかなとは思います。はい、続いては山本選手です。1ファーボール、1盗塁ですね。え、ファーボールですね。 えっと、ちょっと荒れてたので、まあ、フォアボール選んでくれてというところにはなって、で、その後しっかりね、一人でディレードスチールっていう形でね、盗塁し決めてくれたので、まあ、なかなかいいんじゃないかなと思っておりますと。はい、最後ですね、熊谷選手です。1盗塁です。盗塁ですね、えー、しっかり決めてくれております。えー、大事ですね。こういう一本、大事だと思います。次回も期待しております。じゃあ、投手陣見ていきましょう。本日投手、西投手、アルカンタラ投手、岩佐投手、岩崎投手ですね。西投手、6回投げて74球、6アンダー5、5三振、1フォアボール、3失点です。えっ、ー、と、まあ、 その、ホームランで失点を全部食らってるんですよね。まあ、うかい選手に打たれたホームランに関しては、まあ、抜けてるなというところにはなってるんですけれども、まあ、石川選手に打たれたのはね、もう完璧にやられてるっていうところなので、まあ、これに関してはね、やっぱり、ね、その、入りっていうところはしっかりやっていかなければいけないのかなとは思うけれども、まあ、それにしたってね、しっかりとピッチングできてたし、何ら問題ないかと。 うん。まあ、今日もね、基本的にはゾーンで勝負できてたしって。まあ、去年のことを言うと、まあ、ゾーンで勝負できるボールは持ってるのに、ゾーンで勝負できるボールがなかったっていう。まあ、大体ボール玉になっててっていうところだったんですけども、今シーズン、まあ、前の登板から今回の登板までね、ね、えー、全部ゾーンで勝負できるしっていうところなんですよね。いや、いい感じで成長してくれてるし、ね、いいか、ほんまマジでいいよね。まあ、ホームランに関してはね、やっぱり、まあ、 そらね、打たれるときは打たれるよって感じなんですけども、まあ、ある程度はね、やっぱり警戒は必要かなとは思いますが、まあ、あいいピッチングでした。次回も期待しております。はい、続いてはアルカンタラ投手です1回投げて22球1安打2三振1フォアボール無失点です。まあ、ファーボールもったいなかったなというところにはなるんですが、まあ、しっかりとね、0で切ってくれてる、まあ、0で切り続けてくれてるっていうのはね、ほんまにいい感じやと思っておりますとね、次回の登板も期待しております。 はい、続いては、湯浅さとおしです。1回投げて16球、無安打に三振、無失点です。まあ、ゆわくんがなかなか覚醒してきたよね。まあ、僕、シーズン当初の話なんですけど、湯浅さくんは、まあ、もちろん、いい選手だと思ってたけど、途中で離脱する、もしくは、最初はスタメン入りというか、まあ、1軍ベンチ入りしないと思ってたんですよ。なぜかというと、やっぱ体がね、ちょっと怖いな、というふうに思ってたんですね。だから、 どうかなと思ってたら、まあなかなかね、まあ連投もある程度効くし、で、ボールも強いボールずーっと行き続けてるしってね、いい感じなセットアッパー続けてくれてますね。えー、次回も期待しております。はい、最後ですね、岩崎投手です。一回投げて19球無安打無失点です。ちょっとね、粘られたところはあるんですけれども、ね、ピッチャーが投げ負けず、しっかりと最後までゼロで続けてくれた。ね、0点で抑えられてよかったですというところですね。ありがとうございました。 はい。というわけで本日は5月8日、阪神 VS 中日の試合について語らっていただきました。ね。えっ、ー、と、まあ、いろいろ、ね。タイムリーとか打てたやろうとか。うーん、まあ、ゲッツーの間でも1点取れたやんとか。犠牲フライでも1点取れたやんとか。まあ、あそういう細かーなところはあるとは思いますが、まあ、とりあえずね、阪神負けてはいけないという状況の方が強いので、ほんまにね、勝てとしか言えないですよね。まあ、勝てというところにおいては、 打てとしか言えないですよね。守ってくれてんねんから、打てとしか言えないですよね。野や、主人、頑張っていただきたいところですね。えー、火曜日からの試合に期待しております。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、あと概要欄の方にツイッターと Instagram のリンク貼っているんで、よかったらフォローお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。